クリスチャン・バンデ・クリスチャン・バンデは、フランス・バルド・マルヌ県、ノジャン・シュル・マルヌ生まれのドラマーであり、フランスを代表する、プログレッシブロックバンド、マグマのリーダー。幼少の頃から、クラシックやジャズに親しみ、ミュージシャンを目指し13歳の頃からドラムスを始め、17歳の時にはすでにバンドを組んでいたという。1967年、敬愛する。 ジャズサックス奏者ジョン・コルトレーンの死去にショックを受け、イタリアへ放浪の旅に出る。イタリアにて、酒に溺れ、ホテルを転々とする日々を送っていたが、1969年春の朝、コルトレーンの仕事は未まだ道半ばであり、誰かがそれをやり遂げなくてはならない。今度は、私の番だという掲示を受け、フランスに戻り自らが行うべき、新たなる音楽活動を模索。 プログレッシブロックバンドマグマを結成する。以降、マグマのリーダーとして数々の技巧派ミュージシャンたちを牽引フランスにおけるプログレッシブロックのシンボリックな存在の一人として活動を続けている。自身が創作した宇宙から来たコバイア星人の言語コバイア語を駆使し、精力的にアルバム、ライブ活動をする。九百八十年代からはファンク、 リズムブルースを基調とした楽曲を発表している。ジャズを基調とした情緒的で難解なストロークを多用する。ドラムセットはシンプルな3点セットの場合が多いが、80年代はシンバルがドラムセット全体を囲うように多数配置されている時期もあった。バスドラムは小ぶりでミュート処理を施さず、ティンパニーのような音が出るのが特徴的である。化であり、マグマ来日時は、 ライブハウスの喫煙所でタバコを吸っていた。自宅は御殿であり、ドアノブ、壁など至るところにマグマの鍵詰めマークを装飾している。大の飛行機嫌いとしても知られている。ありがとうございます。